大阪ベストアシスタントコーチ竹野明智です。この度はチーム創設10周年おめでとうございます。開幕戦秋田になったということで非常に楽しみにしております。皆さんうるさく騒ぐでしょう、黙らせてやりたいと思います。Hello, my name is Ruben Boykin. I just want to say congratulations to the Akita Northern Happy Nets for 10 years. It's a great organization, great boosters, great fans, staff, everything there. I just want to say you guys are doing an awesome job, and I hope the best for you, and I hope you guys continue on with another 10, 20, 100 years, however many years you guys want. Congratulations. こんにちは、アルバルク東京3番安藤誠也です。秋田には2016-17 シーズンに在籍していました。チーム創設10周年本当におめでとうございます。これからも熱い秋田ブースターの前で試合ができることを楽しみにしています。琉球ゴールデンキングス背番号34番小野寺翔太です。秋田では2017年から2年間、在籍してました。やっぱりホームゲームでは、熱い応援がすごい印象に残っております。10周年本当におめでとうございます。川崎ブレイブサンダースの大塚優斗です。秋田ノーザンハピネッツ10周年おめでとうございます。僕は3シーズン秋田に在籍しました。これからも東北で秋田を盛り上げていってください。応援してます。千葉ジェッツ船橋2番富樫幸です。秋田ノーザンハピネッツ創設10周年おめでとうございます。僕は B リーグ時代に1年半、秋田でプレーする、したんですが、まあ、高校卒業してプロになった自分を本当に温かく迎えていただき、今の自分のこのプレースタイルが出来上がったのはもう本当に秋田での1年半、中村監督の下でやれたからだと、思っています。今こうやって B リーグ東地区で、何回も対戦することをいいチームですし、元プレーしていたチームということで常に負けたくない気持ちでプレーしています。これからもお互い高め合いながら B リーグを盛り上げていきましょう。こんにちは、千葉ジェッツ田口重弘です。秋田の皆さんご無沙汰してます。この度は創設10周年誠におめでとうございます。自分は7シーズン秋田でプレーさせていただきましたが、この7シーズンは人として選手としてすごく成長させていただいた7シーズンでした。この経験を生かしてこれからもひたむきにがむしゃらに心を込めて頑張っていきたいと思います。これからの秋田ノーザンハピネッツのますますのご発展を記念いたしまして、お急ぎ始めをしたいと思います。皆さんご唱和ください。1、2、3、おいさー、ありがとうございました。おめでとうございます。